Du Witz. Oh, krieg das mal so weit ab. Nein! Reiß mich nicht nochmal an. Nein! Ach komm, leck mich doch. Ich will nur einmal. Ach, ich muss alleine gegen die kämpfen. Ich hab noch nicht mal Skari als Verstärkung. Ja. Und vorbei. Ja. War easy. War ein geiles Abschlussbild, ne? So richtig der Donnerschlag. Das sieht gut aus. Strafe Wiederholung? Krieg ich das jetzt immer wieder? Oder was? Ja, das ist gemein. Bitte, was? Wie viele Punkte gab das? Leck mich am Arsch. Da waren 4000 Punkte. Temari. Kurotsuchi. Akatsuchi. Au. Shojuri. Sasuke, zweites Outfit. 140.000 Rio. Hui. Sasuke, schwarze Kleidung. 150.000 Rio. Ich bin ein reicher Mann. Sakura, 100. Ich werde ein reicher Mann. Was geht mit dem ab? わしら五影を相手にここまで粘るとはな。なかなかの小僧じゃったが、ここで終わりじゃぜ。お前に恨みはないが、忍びの皆が死を望んどる。じゃあの。Was war das für ein Jutsu? Chakra ga... Nein! Sonna... Sore ja... Sore ja so ja. Karada go to bunshi ni chikai Rebelu de barabara ni shitan ja ze. Tsugi wa omae ja. Ja. Sore wa enryo negao. Sono onna wa mada tsukai michi ga aru nda na. Mazu wa...はじめましてと言うべきかな。あなたは何者？自己紹介は、そうだな、もう少し待ってもらおうか。どうせなら皆が揃っていた方がいい。どういうことじゃ。うちはサスケ。なるほどの。サスケはどこだ。わしが塵にした。なんだと。あれはわしの獲物だぞ。はずじゃったが、やつに邪魔されてしまってな。ん？誰だお前は。これで揃ったな。団蔵はいないが、まあいい。お前は誰だと言っている。質問に答えろ。だな。だが俺についてはもう予想がついてるだろう。やはりか。まさか本当に生きているとは驚きじゃぜ。そう、俺の名は内葉マダラ。お前たちにある話をするためにここまで来た。話だと？
暁の話などどうせろくなもんではない。理解はできん。少し落ち着け、雷影。聞くだけ聞いてそれからじゃぜ。さすがは土影、聞き分けがよくて助かるぞ。サスケ、お前はサスケを回復させておけ。俺が奴の時空間忍術か。では話をさせてもらおうか。俺の計画含めもろもろな。計画？そう、俺の計画、すべてが俺と一つになる月の目計画だ。ん？一つになる？どういうことだ？陸道仙人、お前たちもその名は知っているだろう。陸道仙人じゃと？あの忍びの祖と言われる伝説の忍びのことか？そうだ。かつて陸道仙人は世の者たちから神のように崇められていた。それはなぜか。彼は救ったのだ、とある化け物から、この世界をな。ガーラ、お前もその化け物の一部が封印されていたに過ぎない。そいつは美獣すべての集合体、最強のチャクラを持つ存在。その名を十尾という。十尾だと？美獣は九尾までじゃないのか？違う。奴らは陸道仙人の手によって十尾のチャクラを九つに分散されたものだ。嫌な話の流れじゃぜ。だからお前らは美獣を集めていたのか？陸道仙人は十尾から世界を守るためある忍術を開発した。お前たちもよく知っているだろう。人中力の封印術システム、あれがそうだ。陸道仙人は封印術を使い十尾をその体内に封じ込めた。体内に封じ込めた？それって？その通りだ。陸道仙人は十尾の人中力だったのだ。人中力だった？陸道仙人が？お前が美獣を集め、その十尾の力を手に入れようとしているのは分かったが、そんな力を手に入れてどうする？十尾復活、そして俺は十尾の人中力となる。己の動力を巨大化させ、ある術を発動させるためにな。ある術？なんじゃそれは。一体何をするつもりじゃ？月に己の目を投影する大幻術、無限つくよに。地上に存在する全ての人間に幻術をかける。俺が全ての人間をコントロールし一つにする。わだかまりも争いもない平和な世界だ。全ての統一、それが俺の月の目計画。ふざけるな！お前などに世界は渡さん！幻の中の平和などごまかしだ。現実の世界で成し得てこそ意味がある。今のこの世に希望などない。それはお前たち五影が最も理解しているだろう。希望とは諦めに等しいものだ。それこそごまかしのセリフでしかない。こちらはすでにほとんどの美獣を集めた。もはやことは俺の思う通りに動いている。あとは2匹、8尾と9尾を差し出し俺の計画に協力しよう。さもなくば戦争になる。8尾？8尾だと？どういうことだ？ B はお前たちが。8尾の捕獲は失敗し逃げられた。あれこそ人中力として完璧な忍びだ。お前も弟だけある。あのアホンミ、これを機に外へ出て遊んでるのか。でどうする？お前たちの答えを聞こうか。渦巻きナルトは渡さない。もちろん弟も渡さん。俺には力はないが、
これまでに集めた美獣の力がある。お前たちに勝ち目はないよ。希望は捨てないいいだろう。第四次忍界大戦、ここに宣戦を布告する。貴様本気で言っておるのか。冗談でこんなことを言い出すほどバカではない。Madara dreht jetzt voll durch. Der vierte große Ninja-Krieg steht an. Oh Gott. Sate, どうしたもんかの。忍び連合軍を作るしかない。七体もの美獣の力に対抗するにはな。私もそれしかないと思います。雷影殿はいかがかな。弟は無事だったようだが。これ以上暁にダラダラと振り回されるわけにはいかん。忍び連合軍を作り一気に蹴りをつける。木の葉はどうする。火影が逃げたままじゃぜ。断蔵は黒い噂が絶えん。今回の件でわしらの信用は失った。もはや木の葉内での立場も危ういだろう。いずれ失脚するはずだ。ならば忍び連合の話は信用できる木の葉の忍びに俺が伝えておく。誰だ。シャリンガンの畑カカシだ。あの男か。いいだろう。断蔵よりは信用できそうだ。雷影様、すぐにでもキラー B を探す手配をつけましょう。暁が8尾と9尾を狙っているなら奴らも B を必要に追っているはずです。うん。すぐに捜索隊を編成して B を探し出すのだ。岩、霧、砂、木の葉にはキラー B の情報を提供する。それをもとに捜索チームを編成しすぐに動け。あとはキュービー、渦巻きナルトか。ここに来る途中で畑カカシとキュービーの人中力に会った。まだこの鉄の国にいるかもしれん。まずはこの国から探してみろ。了解した。マダラの月の目計画とやらを阻止するためには絶対に8尾と9尾を渡してはダメです。だから8尾と9尾をこちらの連合軍で隠しておくのがベストだと思われますが。いや、マダラの持つ7体の美獣が集まった力は想像もできん。そこでじゃあわしら忍び連合軍も8尾と9尾の美獣は戦力として計算した方がいいのではないか。それはダメだ。これは二人を守る戦争でもある。マダラが七体の美獣で戦争を仕掛けてくる理由、それは暁の原戦力でこちらの八尾と九尾を捕らえるのは難しいと考えているからだ。それに戦争で二人をおびき出すためかもしれない。わしも風影の意に同意だ。もしものことを考えれば敵の前に8尾と9尾をおいそれと出すわけにはいかん。わかりました。それでは彼ら2人は保護拘束ということでどうです、土影様。もう土影殿、まだ何か不安が。あのマダラの態度が気になってな。よほど自信があるように見えた。実際相手の戦力は未知数じゃぜ。そんな奴らを人中力なしにどう戦う。8尾と9尾を拘束し忍び連合が2人を守ったところでその連合軍が全滅しては意味がない。だったら花から2人を参戦させ連合と協力戦を仕掛けた方が有利だと思うがの。それはどうかな。ん？今ここに世界初の忍び連合軍ができつつある。その力もまた未知数。マダラが7体の美獣を使用するにもリスクがある。そうでなければ交渉を持ちかけたりはしない。向こうにも不利な条件があるのでござろう。それにこの戦争我々侍も参戦する。土影殿、これでもまだ心配事が終わりか。なら、あとはその連合軍を誰がまとめるかじゃぜ。その件については拙者的には雷影殿に任せてはと思っている。ほう、
八尾は生きていると見て間違いない。雷影殿も前よりは冷静でいられるであろう。それに先ほどから皆をうまくまとめているし、対応策を出すのも早かった。そしてキーとなる八尾をコントロールできるのは雷影殿だけでござる。水影、風影はそれでええのか。今はここで揉めている場合ではありません。私は雷影様を信じます。雷影に任せよう。両天秤の大の木、うちはマダラと唯一戦ったことのあるあんたの情報が必要だ。協力しろ。相変わらず命令口調で上から物を言うやつじゃぜ。じゃがこの戦争に負けるよりはマシじゃな。忍びの世がなくなればお前と喧嘩どころではないからの。いいだろう、協力してやる。これにて忍び連合軍結成。さあ忙しくなるでござる。Kapitel 1 haben wir abgeschlossen. Jetzt geht's über zu Kapitel 2. Was wird das wohl sein? Ich bin gespannt. Ach ja. Also, im Shop wurden neue Items so gut, okay. Also, es wird jetzt eine alliierte Ninja-Streitmacht zusammengestellt. Der Raikage wird die Führung dafür übernehmen. Weil, das habe ich nicht so ganz verstanden. Er wird sehr behutsam vorgehen, weil der Achtschwänzig in seinem Dorf ist. Zu seinem Bruder oder sonst irgendwas. So habe ich das zumindest verstanden. Ich glaube eher, der wird mit mehr Temperament daran gehen, deswegen. Ich glaube, der da ganz ruhig bleiben wird. Ich bezweifle das irgendwie. Ja. Okay, lassen wir da erstmal so im Raum stehen.